はい、これが3試合目ですね、今日の学生さんの挑戦というところで、まあ、結論から言うと結構強かったですよね、このペア。強かったですね。そうですね、もうこうやってサーブ練習もコンスタントに入ってましたし、もう完全にあれですね、土井さんがバックサイドで佐藤さんがフォアサイっていうのはもうお決まりになりましたね。でリターンも結構前で取ってるなっていう印象で、今ちょっと佐々さん緩いサーブを打って相手を見た感じですか、ちょっと。いや見てます、よく知らせて。早いのに合わせていくの分かったんで、でちょっとそれで様子見て、その時あそこもうちょっとこう前に入ってもらったら嫌ですよね。はい、ちょっと緩いサーブは待ってるなっていう、はい、それは印象がありますね。チェックさせていただきました。これはトス勝ってレシーブを取った感じですか。はい、やっぱパートナーがリターンが得意なんで、はい、一応これ設定6戦なんですけどリターンからなんですね。あ、そっか、6戦か。バックのハイボレー良かったですよ。パンチ力ありますね。しっかり足から足を使って打ってますね。あの10月にやった挑戦企画で結構スマッシュがなかなか入らないとかミスが多いとちょっとロブが上げやすいってなったんですけど、1ポイント目からしっかりスマッシュ入りますもんね、こうやって、でこうやって動いてきますもんね。そうです、そうです。あれ今どういったフォアでリターン打ったのに相手はフォアボレーですよね。センターに入りましたね。センターだよね。だもう相当動いてるよね。はい。コーチって。やっぱり研究されてますよ。と、土井も。おお。これ来ました。入りました。来ました。入ってます、入ってます。さっきのリハーサルが。今のもフェイントで多分ストレート戻ってるんですけど、それをより早いタイミングで抜けた感じですよね。さあ、ここでどういうリターンが。いいリターン。フェイントで動かなかったっていう感じですね、前は。でもあの低さだと出られてもそんなに簡単にはっていう感じはしましたけどね。ちょっとアウトっぽいけど。そうなんです。まあ、わからないです。今のボール本当入ってるかもしれないんですけど、正確なウォッチっていうのもダブルスはやっぱり大事だなって改めて感じますね。はい。やっぱりこう、前衛動くと
嫌ですね。こうやって見てると1ゲーム目からこんなに。これで40オールですか？ 40 オールですね。はい。うん、まあ、ここでファースト欲しかったですよね。そうですね。実は1試合目もそんな話があったんですよ。40オールでファーストが欲しいという。で、これですよ。今、ボール1個半ぐらいアウトだったけど。ちょっと内側に入れてほしいですね。そうですね。反面教師ですね、完全に。まあでも、こうやって考えると相手のサービスゲームですからね、いろいろあったとしても、うんうんうん、相手に動かれて、で自分もなんとか動かなきゃってことでちょっと動いてみたんですけど逆にこのミスでちょっと、うん、しっかりやろうって意識にはなりましたね。なるほど。きっかけとしてはいいきっかけでした。なるほど。はい。でも僕もそうなんですけど、こうちょっとそんな気はないんですけど、なんかふわっと試合に入るときとかなんかありますよね。多分いいプレーするよりはミスした方がやっぱ気は入るんで。多分その後ミスしてないと思うんですよね。おお。はい。今日もたくさんハーフボレが見れそうですね。やっぱあれ返されると焦ってロブ上げてきましたよね。そうですよね。なんか上げさせられてる感が、今の処理がちょっと難しいと思うんですけど。難しいですね。ダッシュしてきて緩く返したいんですけど、はい、一気に時間なくてそのまま僕も当ててちょっと抑えただけなんですけど、さっきのミスがあったんで、はい、抑えただけなんですよ。なるほど。それでエースになるので、まあ、改めてこう土井さんもそうですけど佐藤さんもウォッチが正確ですよね。もう軌道でも触らないっていう判断が早いですよね。僕何回かミスしてますね。あ、本当ですか。はい、アウトであってその後広瀬さんに呼ばれて何ポイントかありました。話してたのあったね。はい、ありました。ナイスログ。あ、これ得意なんです。結構前めに。やっぱあの位置からロブストップスピードを打たれると間に合わないですよね、光栄。もうタイミングでなんですよね、もうほぼタイミングで上げてるっていうか。へー、うん、わって引きつけてもう本当に一瞬だけ振ってこうやってインパクトの面を上に向けるぐらいな感じで、そんなに触らないように
ていう感じで。うーん、いや、コツつかめば簡単ですよ。いや、なんかそういう動画を撮った気もするんですけど、あの大学に行った時に僕の、はいはい、ただまあやりながらですね、あれとっさにこう試合で使うのもなかなか、うん、今のも相当前に入りながらのリターンなので、多分なんか結構深かったんで、うーん、サーブ入ってたみたいな確認した覚えがあります聞いたよね、俺ドイちゃん。そうっすね、で、うん、結構ギリギリに入ってたんで、ね、ね、うん、はい、分かったよね。なんかあのずっと思うんですけど、学生さんって2バックやっぱ流行ってるんですかね。絶対後ろですよね。セカンドでも前行かないっすね。そうなんですよ。どういうふうにやってるんですか。まあ悪くないっすけどね。なんかいまいち前に入れないですよね。うん、あの、ガンドなの。同じこと言おうとした。うん、なんかストロークに近いような打ち方の印象があって。そうですね、振りが大きいですよね。うん、あそこは2バックだから外にこう角度つけていく方が分かりやすいっていう判断ですね。2バックならもっと打てばいいのになと思ってたんですよね。ああ、確かに結構スライスとかロブとか。そうですね、うん、まあ、これはちょっといいポイントかもしれないですけど、うん、はい、2バック時間作って、うん、足元沈めましたね。うん、だから前に詰められてハイボレーだと外に出されちゃうんで、あ、つくかロブ上げるかをしっかりやった方がいいですよね、2バックの場合。うんうんうん、確かに。だいぶ当たってないですね。ちょっとスロートあたりに振動止めつけてたら飛んでますね。あ、はい、わざと外したんじゃないの。いや、もう全然真ん中のつもりだったんですけど全然外れました。そうか、まあでもそれでも入る打ち方を多分調整されてるんですよね、土井さんの。いや、全然してない。あれ。で、なんか気になったのは、この方すごいラケット短く持つなと思って見てたんですよね。うーん、サーバーの方ですか。サーバーの方です。あの、まあご本人のもちろんやり方なんで全然いいんですけど、ちょっとこうヘッド走りづらいんじゃないかなって思いながら見てた。確かに。うん、うん、うん、なんとなくやっぱ白い方が後衛で赤い方前衛の時がリズムが出やすそうな感じはしますね、うん、そうですね。結構オレンジの方が動いて、うん、その落ち着いてるんで。そうですよね、はい、うん、結構嫌でしたね。うん、そのプレッシャーはありましたよね。はい、ちょっとでもデュースサイドのサーブにもうちょっとまあ工夫なり安定感なりが欲しいかなという気が。だグリップの影響っていうか、まあそんなに回転がかかってないですよね。
ああ。で、抑えてる感じで、ちょっとこう、うん。フラットというか、まあ、少しスライス気味というか。うんうん。いや、これ、まあ今、最後スマッシュ決まりましたけど、オレンジの方が、だいぶ予測が当たって、うん、かなり当てられますね。うん、多分3球前ぐらいで決めてるはずなんですけど、うん、結構取られるんで、ですよね、もうちょっと厳しく狙わなきゃいけないっていうプレッシャーがこっちにはありましたね。うん、今のもそんな浮いてないんですけど、しっかり面作っていってるんで、自分から取りに来てる感じが、うん、はい、なんとなくここでストレートに僕は土井さんが行きそうな気がするんですけど、おだまりにいたんですか、どうでしょうか。あ、これファースト入らない、フォアに行ったら行きそうな予感ですね。もうね、多分動かれてちょっとそろそろじっとしとけみたいな、あ、違った。お、結構相手の思い切りに、そうですね、そんなに攻撃的じゃなかった土井ちゃんでしたね今。なんか、なんだろう、バックに来ると思った、ストレートに打つだろうって読まれてると思ったんですよ。ああ、うん、でその裏を行ったら全然当たんなかったっていう、うん、でもそういうふうに思わせた前衛の動きが効いてていいわけですね。そうですね、うん、まあ駆け引きですからね、もうお互いの本当に、うん、さっきその富田さんがおっしゃった、はい、オレンジの方が前で白い方が色の時がいいっておっしゃってたんですけど、はいはい、結構僕逆の方が嫌で、あ、そうなんですか、その白い方前なんですけど、はい、オレンジの方後ろにいる時のコートカバーが広いんですよ。あ、確かにこれも嫌だなと思ってたんですよ。あ、なんか抜かれても一人で守っちゃってるようなとこありましたもんね、結構。はい、で予測で動いてるんで、はい、結構予測がよく当たるんで、コートカバーも自然的に広くなっていくんで、うん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 、またいるっていう印象ですね。へえ、前もできて後ろもできるんで、かなりオールラウンドでいいなって思いますね。うん、今回エントリーの受付で私もやり取りしていて、このペアがそのおそらく一番今日楽しみにしていた感じのペアで、貴重な機会いただいてありがとうございますっていう返信もものすごく早くて、だから逆に言うとすごく多分いろいろ考えて研究してこられたのかなっていう気がして、うん、嬉しいんですけど、すごく。これも取りますもんね。拾いますもんね。これ絶対取られないと思ったんですけど、打つ前から走ってて、はい、びっくりしたんですよね。うん、印象残りますよね、ちょっと。はい。うん、ナイスサーブ。ここでサーブで取ってくれるんで。取りました。いやいや。これで予測で、うん、あ、ごめんなさい。すいません。どうぞ。いえ、オレンジの方に予測で取られてる怖さを感じてたっていうの、なんか僕はあんまなかったんだけど、そうだったのかっていう。ああ。そう。はたから見てると本当に、やっぱり、アジリティもあるし、読みも鋭いのかなって思ってたんですけどね、うん、結構。これも返しますしね。まあ、もちろん技術があるんですけど、うんうん、結構僕が打つ場所にいますね。それもう読まれてるってことかな、僕が読まれてるのか、うん、
あ、僕結構難しいことしないので、うん、あまり、うん、結構セオリーを頭に入れて、うん、ここに来やすいって確率で僕は言ってるんで、それを浮かれてるのかもしれないですね、うんうん、でもその辺もなんかこうお互いのちょっと性格とかなんかこう雰囲気の読み合いですよね、なんか、うん、そうですね。とりあえずあの佐藤ドイピアの情報はダダ漏れなので、あの YouTube 上でいや、まだまだありますよ。あら、あるよね。おお、はい、言ってないだけで言ってないだけっていうか、見せてもないし、見せてない、まだ見せてない、うんうん、いや、なんか僕はいつの日かこの挑戦企画でこう土井さんがこう悔しがって頭かきむしりぐらいの姿が見たいんですけどなんかめっちゃ曲がりましたね今多分フォルトでしたね、多分フォルトだねこれね、だけど見えなかったんですよ、見えなかったね、いや、あのフレームっぽい感じで来たんですよ、うん、ちょっとなんか変な当たり方してスライダーみたいな感じになりました、ね、はい、ワンモーションで2回ぐらい当たってるみたいな感じの、あ、こういう感じです、サーブできたみたいな、うん、うん、うん、おお、おお、これ正なんです。この後に難しいボールがうまいって言ったあのコメントを覚えてます。それはちょっとなんかトゲがあるような気がするんですけど。トゲ、はい、もう簡単なボールをもうちょっときもうあのしっかりいってほしいっていうメッセージを でもなんか得意なところのパターンはすごいこう多分ドロップボレーの感じのパターンとか、うんうん、ドイちゃん持ってるんで、なんかその、うん、妙にそこだけこうきっちりできるっていう強みがある。フォローになってない。フォローになってない。うまい、うまいってことです。はい。うん、まあちょっと練習したんで、まだ前よりは練習不足感は取れてると思うけど、多分それなのかなと。いいぞ。にしてもこうやってずっと見ててまだ土井さんのサーブをブレイクってないんじゃないですか、この企画でないんじゃないですかね、どうかな、うん、なんかない気がするんですよね、やっぱり前衛のプレッシャーですかね、いやいや、あのこのね9位の安定性っていうかこうあんまりなんかこう弾道が乱れないっていう、あーこうやって無理するしかないですもんね、相手は、うん、ここは強いですよ、うん、ファーストもよく入るし、うん、あ、これで終わりか、うん、まあ、サーブについてはまだそんなにあのこの動画でもそんなにまだコメントをそんなにしてないので、はいまだ言わないでいいかなと、あただちょっとあの今日これが終わった後にあのコースの内訳っていうのを武さんのやつを見せちゃうのでまたそれはちょっと、あ、全然そこはまだ言っていい内容なんで、あ、大丈夫ですか、あ、よかった、まだあります、小出しにしたいみたいなまだ出さなくていいかなっていう、まだ出さなくていい、うん、はい、まあでもあのすごくまとまってるダブルスでキャッチ力もありますし、うん、どうですか佐藤さん的にはあのこれどんなアドバイスされてたかちょっと僕覚えてないんですけど、うん、
多分フォアサイドの方にこうもうちょっと前に入って打てるっていうことを多分言ってたと思う、うんうん、2人ともにちょっともうちょっと前に入れるかなっていうリターンに関して、うんうん、なるほど言ってたのと、でもまあね、技術力高いんで、うん、そこのファーストの確率だったり、その、うん、なんで、こう入ってしっかり返せる、まあ、セカンドサーブのリターンの安定性っていうか、うん、そういうところが、もう少し安定してくると、うん、嫌ですよね。そうですね。まあ、ちょっと、またぜひ来年も挑戦していただきたいなと思いますので。本当ですね。はい。じゃあ、ここで一回3試合目は終わり。